カレー丼の位置。吉野家でカレー丼を食べていて、ふと思ったことがある。食べていて、なんだか寂しい思いがするのである。目の前に湯気の上がる牛丼が置かれて、さあ食うぞというあの高揚感がない。目の前に湯気の上がる丼が置かれるのは、牛丼もカレー丼も同じなのに、カレー丼の方は勇む気持ちが起こらない。カレーは普通皿に盛って供される。皿の片側にご飯、片側にカレーソース。そしてそのカレーソースはご飯の領域の半分ぐらいのところまでかけられている場合が多い。つまりご飯の白いとこが見えているわけですね。一方、ご飯の領域とカレーソースの領域を隔然と分けている店もある。割に小高くご飯を盛り、きっちり半分ずつ、半分ご飯、半分カレーソース、きっぱりという店。二択でいきます。1、ご飯の半分ぐらいまでカレーソースがかかっている。2、全然かかってない。あなたはどっちのタイプが好きですか？僕は1の方が好きです。ご飯にソースがかかっていると、店主のカレーに対する愛情を感じる。皿にご飯を盛って、その脇にカレーソースを注ぎ、最後に一すくいカレーソースをすくって、ご飯の上にそっとかけてやる。お祭りの時、子供に祭りの衣装を着せ、最後に手ぬぐいをおでこにきりりと結んでやって、背中をポンと叩いて送り出すような。どうしても最後に一すくい、すくってかけてあげずにはいられない愛情を感じる。それと食べ始めるときに臨場感がある。もうすでに半分までカレーソースがかかっちゃってるんだかんな。もう後には引けないんだかんな、という切迫感。このちょっとした興奮がカレーのスタートの喜びでもある。じゃあご飯の半分までではなく全域にかけてある場合はどうか。ご飯の全域がカレーソースで覆われていて白いとこが見えない。なんだか面白くないんですね。余計なことしてくれた。これじゃもうやることないじゃないか。いいとこ全部取られちゃった。ズルされた。不愉快でさえある。2の場合に行きましょう。ご飯真っ白の場合でしたね。これ僕好きじゃないです。なんだか店主の冷淡を感じる。カレーに愛情がないような気がする。別々に盛ったからあとは勝手にそっちでやってよと言われているような気がする。店主はもともとカレーが好きじゃなく商売としてやってるだけで、美味しく作ろうという気はなく、人柄も割に冷たい方で、家庭もうまくいってないんじゃないかな、母ちゃんも暗い人で、鼻も低いんじゃないかな、なんてことまで考えてしまう。1と2以外で、ご飯真っ白系はもう一つある。例の変な取っ手がついていて、腰高の容器にカレーソース別盛りで出てくるやつ。僕これも好きじゃないです。なんだかわざとらしい感じがする。気取るんじゃねえという気がする。そしてやはり冷淡を感じる。うちはカレーソースをご飯にかけるかけ方の問題については一切手を引きます、という、なんかこう高慢な姿勢を感じる。なんだか悔しい。だいたいね、あの気取った取っ手、あれ有効か？あそこんとこをつかんであれを持ち上げたことあるか？せいぜいあそこんとこを持ってずるっと移動させるぐらいだろうが。あの容器にはわざとらしい注ぎ口があるが、容器を傾けてあそこからカレーソースを注ぎ出したことあるか？みんなスプーンで汲み出しているだろうが。あの容器をキッチンの戸棚にしまい込んでいる家庭はあるのだろうか。カレーの時
あの容器を持ち出して、家族全員があれを使って食べている家庭はあるのだろうか。まずないと思う。ないのをいいことに、どうだ、たまにはこういうもんでカレーを食ってみろ、どうだ、という店主の自慢げな姿勢を感じてしまう。俺、ちょっといじけてるかな。さて、この辺で吉野家のカレー丼に話を戻そう。吉野家に限らず、例えば蕎麦屋のカレー丼にしろ、カレー丼はどうしてもカレーソース全域がけになる。丼物は表面積が狭いから全域がけにならざるを得ない。すなわちご飯の白いとこが見えない。ご飯の白いとこは自分の裁量の領域、俺流の領域である。カレー丼には俺流の道が閉ざされている。客はただ掘るだけだ。掘って掘ってまた掘るだけだ。この項の冒頭になんだか寂しいと思った原因はこれだ。じゃあ牛丼はどうなんだ。牛丼も白いとこ見えないぞ。掘って掘ってまた掘るだけだぞ。だけど楽しいぞ。あ、まずいな。